カレンさんこんにちは。カンディスよ。で、皆さんこのタイトル戦のシングルス予選やってますでしょうか？まあ、これはですね、8月15日まで開催されているものになってるんで、まだ10日ぐらいあるんで全然間に合うと思うんですけど、一応ね、これ知らんかったらマジで損だと思うので、今伝えてるという感じになっているんですけど、こちらですね、まず3枚以内、この予選の時点で3枚以内入っていないと決勝に進出できないと。決勝に進出したら、なんか何かしらのアイテム確かもらえたはずなんで、絶対3枚以内には入っていただけたらなと思います。それに加えて、もっとね、重要なものがですね、この5000以内に入るとレフコスカリスをゲットすることができます。マジでこの世のラケットの中で一番強いですから、もうヘリオブライトと並ぶね、強さを持っているラケットとなってますので、今持ってない方はぜひともね、5000以内狙っていただけたらなと思います。で、これどうやったら5000以内に入れるかっていうと、タワーやるだけなんですよ。これね、僕今1786位ってなってるかなと思うんですけど、まあ、1日1時間かそこらしかやってなくてこんなもんなんで、まあ、最終日に上がってくるパターンもあったりするんで、もうちょい余裕持っといた方がいいかなと思うんですけど、まあ、そんなレベルでこんな順位に入れるわけですよ。なのでタワーやりまくってください。これレートとかランクとかもちろん関係ないです。どれだけタワーをやるかって感じになってるんで、誰にでもチャンスがあるので、ぜひともこのレフコスカリス、この機会にですね、ゲットしていただけたらなと思います。で、もちろんですね、これ1位から98位に入ったらガチャポン200とか、あと白熱のルーン30個、まあ、これはですね、伝説のシューズとか交換することができるんで、それが欲しい方は、まあ、2000以内に入っとかないと、確かこれはもらえなかったはずなので、今これ1500いいでしょ。で、2000やったら10もらえて2000、そうですよ、2500とかやったらもらうことができないので、白熱のルーン欲しかったら2000以内で、さっき言ってた通りレフコスカリスが欲しければ5000以内に入っていただけたらなと思います。これマジでね、知らないというか、決勝だと思ってる方もいると思うんですけど、多分書き方がちょっとよく分からへんねんけど、一応これはね、予選のランキングで5000以内の話だと思いますんで、ぜひともね、あと10日間もありますんで、やりまくっていただけたらなと思います。まあ、それ以外で言うと、グランドマスターという優勝者投票、これ外れても50ガチャポイント、当たったら200ガチャポイント当たるってものがあったりするんで、まあ、ぜひともね、この優勝者投票ってとこから投票するって押していただけたらなと思うのと、あとあれですね、もう皆さんやってるかなとは思うんですけど、ツイッターのこのキャンペーン、いいねするだけで、このガチャチケ10枚とかスター凱旋ガチャチケットを10枚交換することができるっていう、もう神イベントやってますんで、ぜひともこちらも忘れないようにやっていただくっていうのと、また今日8月6日とかですよね。なのでダブル応援キャンペーン、これツイッターのね、やつやることによって、このガチャチケ10枚10名様とか、まあ、サイン色紙もらえるっていうパターンもあったりしますんで、ぜひともこちらも忘れないようにやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、今回はね、最強のラケットである、まあ、レフコスカリスを使ってですね、まあ、試合やっていきたいなと思います。で、僕スロットスキルに関しては、まあ、僕今3本持っているんですけど、この3ポイント取るまで灼熱属性の SS 増加量プラス 25% とか雪属性とか、そういう感じで構成しております。ということで、どうぞ。2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手レート2622で、ミサカ妹と緑の王とカスミということで、マジカスミ強いからね。ちょっと戦う嫌なんですけど、まあ、私はですね、レフコスカリス3枚編成でやっていきたいなと思います。まあ、初手ジュダで行こうと思うんやけど、困ったな。ジュダあれなんですよね、 SS 火炎強制発動向こうあるけど霞に勝てないっていうね。じゃあなぜつけたみたいな感じのキャラなんやけど、でも、意外と悪くないんすよこの子で。レフコス持たしたら、まあ、ずっとスライスで、まあ、イモることできるじゃないですか。で、それで相手の SS 取ったら体力もずっと回復し続けることもできるし、なんならまあ SS の得点力もね、結構ある。 SS の得点力ね、そっからまあレフコスで決めていくみたいな感じになってます。はい、ちょ緑の方に SS 打たれて嫌なのよな。わ、相手瞬間移動ラケット使ってる。珍しいな。よいしょ。あれなんですよ、緑の王ってね、状態異常無効か祝福かどっちの影響か忘れたけどね、このアウトした、ジュダのね、気絶のあの棺桶効かないんですよ。やばくない？だから俺はもう赤髪の冒険家に変えます。よいしょ。で、これで相手の SS をしっかり取っていく。で、これで軌道結構強いから、後ろからこうドーン、あ、できんかった、ちょっと待ってな、いくで、ほら、こういうこと、こういうこと、全然決まれへんけどね、緑のに対しては。あと相手ラケット落とし無効やから、誰やったかな、何かしらの牽制の対策としてね、この子はなんか出てきたような気がするんやけど、まあでも赤髪で俺体力からしの方でどうにか頑張ってるっていう感じる人やってんけど、うわー、俺もう無理かな。当時はね、赤髪で勝てとったんすよ、緑の王のこの
不意に来るね、普通のまっすぐ SS とかもどうにかしとったんやけどね。あ、いいね、いいね。そうそう、こうやって弱らすのが大事。で、まあ、緑の体力、まあ、いっぱい回復はできるんやけど、このなんか、イレバンギミック出した時に体力結構削れるんですよ、ギミックでね。なので、まあ、それで体力枯らしていって、で、何、相手のこの身代わりの方にばっか打っていって、みたいな、なんかそういう感じの。で、相手が5打球したら、まあ、身代わり弱くなるわけですから。まあ、それで相手みたい、さっきみたいにね、こう。コートがね、パーって飛んでいくので、まあ、頑張るみたいな感じでした。あ、やべ。あー、なんで冷えん？君姿見えてんのに冷えんなんは何？どういうこと、どういうこと？わからんわからん。今一瞬姿消したってこと？わからん。あれ？後ろから撃ってくるから。あ、そうや。SS の時のカウンターのやつか。あー、やばいや、やばいや。普通に精度忘れてるただのバカなやつやん。ちょ、頑張ろうぜ。あのね、めっちゃ突き刺さる弾、もし取れたらね、すごい得点力埋めるんで、あれめっちゃ取りたかったんやけど、マジでミスったら、これで、うわ、あいつ姿現したよ。なんやそれは。多分相手 SS 溜まったんですよ。カスミ普通に SS 溜まる早いんで、これ今度取って、レフコ復活させます。いくで。よいしょ。来い。買い取ったー、はい、勝ち。怖いだろう。まず SS を撃とうじゃないか。どう？はい、もう君は終わりだ。このめちゃめちゃ強い SS を後ろから撃ったからね、君はもうこの速度のレフコスを取ることはできない。取られた。俺も後ろから撃てばよかったな。いや、後ろから撃つのな、なんか微妙。でも相手がしてきたからね、俺もするべきやったね。じゃあ次頑張ろうぜ。作るね。はい、来いよ。ラケット真ん中に振ってたら取れるんだよ。取れなかった。なあ、さっきから一気に失敗しすぎじゃない？やってるわ、マジで。勝たないとあかんで、これは。ああ、SS 改変強制発動ですか？はい、まあ、それは取っていく。で、相手もすぐずっと表してんな。SS 打つんかな。でも、入れまんギミックあるからな。相手後ろから打ちづらそうやな、これな。はい、OK。さすがにいけんじゃない。あ、俺、霞なんかで結構苦手やったけど、これが赤髪使おうかな。いや、そんな、あれかな。うまくていかんかな。はい、ナイス。で、こっからもうあと多分20秒ぐらい待てば、レフコスは50秒に1回ね、GS が打てるっちゅうキャラなんで、まあ、こっからですね、私、あ、空中向こうしてきたね。はいはい。いいよいいよ、俺はもうレフコス後ろから打つって決めてるから、君にされたから。おい、刺してくれよー。カスミ走り速いから、アングレンスマシ取るかなと思ったけど。まあこういう感じでね、ずっと守備的なキャラであっても、攻撃的なキャラであってもね、相手の SS をそのままコピーして返すことができるっていうのは非常に強いんで、ぜひゲットしていただけたらなと思います。まあ場合によってはヘリオブライトの方がいい場面もあるんですよ。例えば自主バレ SS とかやったら、まあ相手瞬間移動のキャラが自力で取ってくる場合もあるわけじゃないですか。普通の SS やったら。でもヘリオやったら SS 速くなるんで、それで決めていけるみたいなのもあったりするんで、キャラによってはヘリオの方がいいっていう場合もあるんやけど、大概レフコスの方が、強い場合は多いですね。まあ、アクセラレータ対面とかはね、レフコス持っててもあんま良くないんですよ。アクセラの SS 弱いから。あれマジで。コピーしたところで得点力になれへんがきついけど、まあ、まっすぐも普通に決まる、冷えも普通にいい、オンザラインもちろん、得点力上がる、緑の王みたいな、ああいう軌道も、相手が緑の王じゃなかったら決まりやすい、みたいな感じで、まあ、割と良かったりはするんで、ぜひともこの機会にですね、レフコスカリスゲットしていただけたらなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。